この話は三重県にあるショーレン寺ダムという有名な自殺スポットにまつわる話です皆さん子供の頃お母さんお父さんに叱られた記憶があると思いますその叱られた言葉の言い回しは独特なものがあるはずです例えば関西で定番なのはあんたなんか橋の下で拾ってきたんやうちの子ちゃうわもうなどなど テレビでも出てくるような少し面白い変な言い回しがあると思います私の家庭の場合はあんたなんかダムで拾ってきたんや次悪いことしたら返しに行くからなでした当時は怖くて仕方がない言い回しでしたが今となっては愛を感じますですが一度だけ本当に連れて行かれ置いて行かれたことがありました とある夏のある日小学校低学年だった私は一つの約束を破ってしまいましたそれは夕方6時までに家に帰ることというごく普通の門限でしたその当時カブトムシやクワガタムシカナブンなどよく取れる木が家の前の森の中にありました森の中なのでヘビやマムシあとヒル マダニに噛まれて怪我をしてしまうということでロープの張られた森の中にありました夜になると田舎なので真っ暗街灯もない携帯もまだピッチが出始めた頃なので全くの明かりがないところを帰ってこなくてはならなくなるので危ないという判断で門限があったそうです今思えば 比較的危険なところでよくあんな時間まで友人と取りに行けたなと思いますその日親がいないことをいいことに8時頃まで取っていると遠くの方から父の声で「たっくんカイ!」と呼ぶ声が聞こえましたたっくんとは私の生まれた頃からほぼほぼ一緒に過ごした旧友です 父の声も半切れでしぶしぶ森から出て帰ることになりました向こうのお父さんは寛大で場所が割れていれば何時だろうが構わないというような方で私の旧友を連れてニコニコしながら帰っていきましたですが私の父は怒り心とこっぴどく怒られたのを覚えています怒られて終わりかと思いきや あんたなんかダムから拾ってきたんや3回やったなもうええ返しに行くと言われダムまで連れて行かれました私も反抗期だったのか連れて行かれる車の中で叱られながらもシュンとすることもなく意地を張っていましたすると父は「もう知らん勝手にせえ」と私を車から引きずり出そうとしました さすがに私も置いていかれるのは嫌だったので「ごめんなさいもうしませんわーんと泣きながら拒みました拒んでいる途中で私は急に黙り込み車の奥へと一目散に逃げ込みましたなぜそんな唐突な行動に出たかそれは私をドアから抱え出そうとやっになっている父の肩越しから白く輝いた人の姿が見えたからです 幽霊だと確信した私は絶対に外に出たくありませんでしたが大人の力にはかないません結局置いていかれることになりました置いていかれた後私は恐怖のあまり叫び続けずっと助けを求めていました「あの白いのが来るやだ助けてパパ」と叫んでいると 自分が座っている場所の真上で大きな音がしました大きなもので何かにぶつかったような音ですなおさら怖くなった私は黙り込み上を見ないように膝を抱えただただ震えることしかできませんでした一刻過ぎても帰ってこない父に諦め絶望していると 下道に降りる方の道路から全身真っ白のタキシード姿でハットをかぶったおじさんが歩いてきました私の前に立つと身をかがめながらどうした少年お父さんとお母さんはと言いました首を横に振ると悪いことしたな次はちゃんと帰るんやぞ待っとれ お父さん呼んできたるから」と頭をガシガシと撫でながら言いましたそして彼は消えていました幽霊だと分かりましたが何か怖がる必要はないんだと思ってそこから先はじっと父が来るのを待っていましたものの2分もしないうちにいつもの父の運転の仕方ではない車が自分がいた広場に急停車しました 車から飛び出てきた父は、広場に目を向けると聞いたこともない怒号で、カイカイおるかどこやと叫んでいました。普通に歩み寄った私を父は抱きかかえ、車に乗せました。すると突然、なんかされんかったか大丈夫かどこも怪我してへんかと立て続けに聞かれました。 特に何もないと判断していた私は何もないと答えその時はそこで収まりましたそこから何年も経った頃その時のことを思い出し何であんなにしつこく聞いたのか父に問いただすと「お前を置いてきて家に戻ったら電話がかかってきて内容が」<laughs> 子供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 ってさどんだけ焦ったかまあ怖いよあれはと父が言っていましたおそらくですがあのおじいさんが助けてくれたんでしょうまあ子供は大事にしましょうってことでしょうね 余談ですし打なのですすししなのが書き忘れていました私が置いてこられた少ョ寺レンジダムの駐車場の真上その日私がいた時間に車と首に何かを巻きつけアクセルを踏み込んで自らの首を飛ばし亡くなった方がいたそうです。